1分でわかる双葉山の障害。双葉山は、日本の元大相撲力士です。史上最多となる69連勝の記録をはじめ、覚醒と呼ばれた昭和初期の大横綱です。大分県に生まれます。吹き矢が直撃し右目が半失明状態のハンデを負います。初土俵、当時は小兵でしたが足腰の粘りに定評があり、うっちゃり双葉と呼ばれます。蓄膿症の手術の後体重が増加。連勝を続け横綱に昇進します。彼の活躍で相撲人気が高まり、本場所の日数が増加。秋の海に敗れ連勝が69でストップ。未だ滅敬足りえずの名言を残します。その強さや相手を受けて立つ横綱相撲は、後の力士から尊敬されています。現役中に双葉山相撲道場を開設し弟子の指導を開始。引退後は時津風理事長として運営の改善に尽力。劇場開演のため死去。